初めて青です。どうもみなさんです。こちです。すです。点 P 動く問題あるじゃないですか。いや、わかんない。まあ、毎秒1センチで動くとか。はいはいはい。まあ、数学で動くのは、点 P が高橋君かみたいなことある。あ、田中君の可能性はある。どっちか、どっちかだって。正直、世間一般の人って、なんか点 P をなぜか嫌ってるんですよね。いや、あれよくわからんすけど、確かに。いや、でもこんなん理系からしたら、理系からしたらね。点 P の問題、なんでそんな気嫌いするの？いや、簡単やんって思わん。点 P の問題って僕初めて聞いてる。結構でも言いますよ、なんか点 P 動くなとか。世間一般のやつ、人たちは、点 P で見てるわけよ。なんか、2、3個以上動き出したらちょっと怪しくなる。2、3個動き出したら2、3個以上ないけど。2、3個以上ない。じゃあ1個動くでいい？一旦2、3個。じゃあできるわ。じゃあできるわ。というわけで今回やりたい企画は、理系なら点 P 動かしまくっても解ける説。なるほど。まあまあまあ余裕ないですか？空間移動されるとちょっと怪しくなる。期待原子だよ、厳しいけど。期待原子じゃやばい。運動。それノーベル賞もね。これ花尾さん作ったんですか？いや、これ僕が作りました。今回監修させていただきました。まあでもじゃあイラスト屋の知識必要よ。リアルそうだね。イラスト屋の知識必要。点 P を用いた総合謎謎。なるほど。謎謎力と論理力のドッキング判定ね。こういう企画な地味にななんかできひん時あるから。いやない。こういう企画いいやこういう企画地味に無限がお客様であるけど。いやない。というわけでやっていきたいと思います。めでてますよ。ぽいぽいピーポピーポーポポーポーじゃあまず第一問。はい。天 P 君は、2000年後の地球にいます。うわぁ。2000年後終わってそう。そこの地球では、至るところに電界や磁場が。おぉ始まった。あ、そっち。電磁気来た。電磁気来た。あらゆるところに電界磁場。電界磁場がある。電界と磁場は垂直かどうかだけ確認。電界と磁場が、前提としてこれに×かこれに丸か、まあ、っていう地球環境を踏まえた上で次の VTR をご覧ください。ああ VTR あるんやん。どうぞ。一直線っすか。それでは行くぞ。無理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 。早い。ちょっと待って、これは人類でこれ一回見なきゃ解けるじゃん。一応問題は1分後の点 P の位置を求める。それだけは分かりました。それは分かった、それは分かった。まずなんかこれね、でここ 90m って書いてあって、ここ90m って書いてあった。なんかローレンス、あとなんかここになんか電波ありましたよね。あ、そうだ、あとだ、バーあとだ、あとだ。 B は 0.5 です。 B これ0.5 です。それは覚えてた。左いって、バネでバネやって、ボーンってなって、どこにいったやる。っていうのを踏まえてもう一回、もう一回、その踏まえてもう一回。なんかルート3個もあった気する。いや、よーい、どん。いやいやいや、9ルート3メートル E イコール10ボルト。あ、もうダメだ。これ B これ 0.5 ですから上向きでしょ。で、ここから飛んで、で、これローリング。なんでここ B イコール 30m 前後、426m。 K イコール3倍にしようかなって。 K イコール3倍、ほら、ほら。ええ、ちょっと待って、 K イコール3倍にしようって。こんなん無理やろ。ちょっと待って待って、あの、これはもう完全に今回は文系置いてけぼり問題です。いや、もうかつてない、あの、かつてないほどに、なんなら僕らさん若干多いですから。ちなみに1個だけこの問題にケチつけると、あの、重力加速度が定義されてる。あー、ごめん、これ事前に言っとくと、ルート3は 1.7 にしてください。やばいぞ。いや、ルート3の方がいいな。π は3で計算して OK です。いや、おかしいだろ。 G は 10m 毎秒毎秒。ゆとり教育すぎる。ゆとりじゃないです、ゆとりです。じゃあもうここ何か「モニューじゃん」って書いてくれよ。ここ18じゃないですか。ほんまや。 1.7、 ここ 1.7 秒や。20倍ってことは、これはまっすぐなんで10倍ですね。30秒やろ、ここ5秒、ここ 1.7 秒。あ、じゃあ全然っすね。全然全然まだ多分さすがにバネ置いてるやから、バネバネまでいく、バネまでバネまでいく。全然いや、意味 M が2kg やな、確か。運動量の保存の式を立てると、保存の式だ。 X20m/2 秒、 20m/2 秒になってこっちに進んで、あ、なんか 21.3 か。うん、だから 21.3 やから、ここで 1.7 秒と数字まがあるね。なるほど。なるほど。だからそんな本当にそうかな。21.3秒。でもこの時点で58秒か、あと2秒。2秒、この時点であと2秒よ。でもバネはでも一瞬、バネは一瞬と仮定しますよね。だから0秒ですよね。
縮むとか。でも縮む速度あるっちゃ悪くない？あるよ。周期があるからさ。あるけど。多分それ一回考えへんのじゃん。でも、いやでも考える、考える可能性ありますよ。僕それまで出ることありますもん。単身動の問題。でオメガはルート m 分の k でしょ。1.5。ああ綺麗になってる。周期が4ってことは。ってことは戻るまで。周期ってここまでですよね。そう飛び立つ瞬間やと思う。俺そうやと思う。俺も今間違えた。周期が4ってことは。だから周期が4ってことはその半分やから2秒しか経ってないわけよ。そうだ。そうだよな。当てる当てる。単身動ってやつ。はい。ということで、じゃあ我々の答えとしては、うん、バネに当たって次また自然調に帰ったところまでがちょうど1分です。です。正解！素晴らしい！よかったよかった。耐えた耐えた。面目役者。そういうことやったよ。俺が思ってた 10P の問題とちょっと違った。そうだ。そうだ。だからバリバリ物理やった。バリバリ物理。めっちゃ物理やった。数学なかったな。じゃあ続いての問題です。ワンチャンすぐ終わるかも。こっから勝負の可能性あります。確かに、こっから勝負。Hello everyone. I'm Hana Ongus from Central. 私は今月にいるんだが、少し忘れ物をしてしまった。絶対つけた方がいい。時間がないから、暗号にして、その忘れ物を示しておいた。なんでやねん。みんなで、ピー関係ない。解いてくれることを願っている。もう、普通に言えや、この尺の間に。チャンス暗号。そういうこと暗号ではなくなる。何？またって何？右のまたって何？ぬって何？ぬぬって何？ぬって何？絶対大事やんこれ。ぬって何？それ大事、それ大事。ぬなのかまたなのか。これはまあまたですね。これでもさ、もうでも多分計算いらんねやろ。でももしかしたらもうちゃんと位置を考えるんだったら、その1625秒の月の地点にあるなんかその海の名前とか。俺結構今いいとこまで来てる気がしてる。でも俺もちなみに、あ、なんかいい感じに切りのいい数字は出ない。ちなみにそう、でもそれがね、1.68 は月の何か分かった。まあそうか、大中中速度と一緒だったら塩分線って、おそらく多分ちょうど回る速度。まあそうですですね。そうです。そっからは全体じゃないとできひん。あー、それ大事っすね。ちょっとそれは大事なヒント。いやいや、早いんだけど。うぜぇ、くそ。あ、ちょっと動画切り替わりました。お、ハナオイリュージョン、ハナオイリュージョン来た。ハナオイリュージョン、これだわ。うぜぇ、正解。あ、そういうことか。わからない。や、これね、気持ちいいですよ。スーパーヒントタイム。ここで皆さんだけにヒントです。1625秒後、 10P はまたの上ぐらいに大体来ます。それが何を意味してるか、あとは皆さん次第。レッツチェックだ。これ見た方がいいです。わかったー。ありがとうございます。ありがとうございます。そういうことっすね。正解。あ、オッケー、なるほどね。いや、これ大事だな。でもめっちゃなんかメモ見たらいけそうなんやな。もう月があって、月があって、P があって、ね、またがある。あ、うん、あれ。いや、こんなん、こんなんもう、これ、いや、こんなん言ったじゃないですか。その感じ知らない説あります。あ、まさか。パターンとしては、まあそれやったら、永遠に解けないんで。それ、盲点すぎるわ、それ。あー、なるほど。悔しそうな顔してる。そういうことか、今気づいたわ。こちら正解。はい、みんな分かったかな。そう、答えはつく。これはまた簡単だったよね。ごめんね、こんな簡単で申し訳ない。はい、というわけで皆さん引き続き頑張ってください。ピー、一回離れた方が分かるわ。やろ、一回離れた方が分かる。あるけど、こういう回答 VTR。 続いての問題です。これはね、2000年後の地球なんですけど、また2000年後、この世の全てが、ザラついた世界になってしまいました。どういうこと？ザラついた世界。絶対摩擦あるわ。摩擦だらけ。絶対摩擦あるわ。摩擦だらけ。よーい、よ。そんなん C じゃないですか。C の上やったら N の上に。いや、これは適当に止まってるだけやから。なんでこれ、E の X0 ってなってんの。ほんまや。これ。ゼロにしかないな。E の X 乗という坂道を持った。あ、OK です。ちなみに、まず、コカ・コーラの3分の1が射出されているということが。どういうこと？大事です。意味が分からへん、意味が分からへん。
これはやりそうなことやからな。やりそうそうそう。第二ヒント言います。このコカ・コーラのボトル、これを私はペットボトルって呼んでます。大事、大事、めっちゃ大事。ああなるほど、もしかしてそういうことか。そういうこと、そういうことかもしれない。もしかしてそういうことか。なるほどね。あってことは理解深まってきたよ。計算ミスってる気するな。はい。あ、それ求まった後が大事で、これで答えないといけないのは実在するあるどっかの名前になってます。はいはいはい、なるほど。で、答えてください。一旦これで出し、答え一番下の方に書いてるやつ。長スパ違います。はい。長スパなんや。絶対違う。あ、絶対違うよ、答え。場所の名前。はい、ヨットの上。いや、はい、やばすぎ。絶対違う。なんでお前下になった。もう変換をしなあかん。もう一個。え、これ由来だからできるんですよ。あれですかね、ペットボトル由来。ペットボトルだから鼻入れーじゃん。分かった、分かった、多分分かった。さて、はい、ポッティ君がどうやら一番乗りで当ててきそうな予感がしますけども、さあどうでしょうか。せーの、正解。じゃあこれどうよ、これ素晴らしいです。お、ありがとうございます。あ、これは素晴らしいです。ありがとうございます。あー、あー、なるほど、これだからこそ。うん、いや気持ちいい。本物だよ、無事に。わからん、ここからが。当てて飲む効果がうめぇ。うぜぇ。ちょっとヒントください、ヒント。ここで皆さんだけにスペシャルヒント。まず、このペットボトルの3分の1は力学的エネルギーと仕事の関係式によって計算すると NA のところまでいきます。つまりペットボトルの3分の1が NA のところまでいく。さあこれが意味するところは何なのでしょうか。わからない人はペットボトルの意味をググってみよう。ポリエチレンテレフトラートだ。いや、言ってほしいな。あと1分。わかったそういうことね。なんで、お、なんで、なんか俺、お、お、いけるのか。正解。あー、いや、意外だなこれ。いや、意外でしょ。いやいや、これいける、これいける、マジで。あー、確かに、いや、あー、もう全部わかったわ。だから理系だからこそその変化もう一回できるってことだね、確かに。日本か、まあ日本縛りで言ってもさ。あー、わかったかも。多分こういうことやな。やばい、再放送してる。さあ、じゃあ念願くん、回答オープン。はい、ナポリ正解。同じ。はい、みんな、わかったかな。それでは解説です。まず、ペットの3分の1は P だね。つまりこれはペットの略だからポリ。それが NA のところまで行くから NA の P、 つまりナポリ。みんな、わかったかな。わかるな。素晴らしい。いや、いいことだね、これは。ということで、ナポリか。着順まで同じ。最終問題出します。はい、はい、ぜひとも。いやー、もうノーヒントで頑張ってください。早押し。やばす。え、これは、はい、ゴー。え、まあ、よく、よく、あの、なんとけ意味あるかな。なんか出てきた、なんか出てきた、なんか出てきた。ルートナルト橋 2000m。 これは文字かぶってるし。あ、これ、やばいね。スタート、テンピーはスタートから何メートルとかいる？戻そうぜ。5時、両方5時だよ。両、いや、5時5分、あ、5時、4時、え、両方5時、両方5時やな。え、これ明石海峡橋にした方がいいですか？いやですよね。ですよね。そういうことね。ですよね。まあまあ、まあ、大丈夫です。ですよね。別に直さなくていいです。ですよね。え、直さない方がいいですか？ですよね。よくわかんないです。よくわかんない。覚えてません。政治家みたいなことです。やばいこれ。いやー、むずいこれ。この状態で分かりたい。顔よ。わかんない。いや、なんだこれ。なんも、この二人で今5周ぐらい経ってて。お、一旦これで、これで、はい、これで、これ、はい、正解。マジか、すごい、やったー、素晴らしい、やっときたー、おめでとう。え、嬉しい。いや、めでたい。はい、これで。じゃあ、オッティさんの回答でーす。よいしょ。さあ、オッティさんの答え。正解ー。そうなんや。
終わった。何も分からない。僕ずっと こっち行ってました。答え VTR でーす。はい、はい、どうぞ。それでは回答の解説です。ヒントは気体の状態方程式 PV イコール NRT なんだ。これを分解すると P イコール V 分の NRT、 つまり5分の NRT、 つまり5分のナルトとなるね。ナルト大橋は全長 2000m だから、それを5で割ったところが天秤の座標だ。やばい、最後やばい。なんでなんで最後やばい、最後やばいな。このロジック最後最後やばいですね。当然のようにダイブしてくれた。当然のように NRT にしてる。単位バグってるもん。あの土のやつは圧力の圧ってことね。そうですね、ルート土やから P は圧力ですよっていう。ローマ数字の時計で5を使って5時なんやなっていう。2日とか3日ぐらいでも無理でしたね、逆に。まあでもなんかあの今考えると一番最初の問題何やったんやっていう。はい、というわけで今回はなんとコカ・コーラさんとのコラボ動画になっております。いやありがとうございます。格が高すぎる。で、まあ、早速なんですけれども、まあ、コカ・コーラさんが今後100年地球をね、より良くしようという環境に配慮した運動をしてるんですけども、その取り組みとは一体何でしょうか。むずクイズ、クイズです。僕らみたいなとこにあの案件をあの渡して啓蒙する。エコ的なものが答えてる。あかんこと言いそうだった。危ねえ。こんな感じであかんことあります。コカ・コーラのこの容器、2021年の5月から完全 100% リサイクルペットボトルを使用しております。おぉ、すごい。リサイクルペットボトルとか廃棄されたペットボトルが作った。そう、しかも 100% だから100すごいっすよ。そうで、さらに問題です。さらに問題、最後で、このリサイクルペットボトルなんですけども、はい、これは通常の、ペットボトルと比べて何パーセントCO2 を削減することができるでしょうか。うわ、むずー、むずー。下から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  2%。 低くて、あー、そんなー。いきますよ。まあリアルにでも効率的に考えたら 30% とかいったら全然もう。あー、30%。 はい、もっとあります。もっとある。63、いきすぎ。むずい。59。ナイスの負けと。いや、60。正解。はい、なんとね、60% も CO2 削減に成功してます。有名カメラ。普通にすごく、すごくない？有名カメラ。今日も出てたけど、60%。やっぱすごいっすね。60% 削減っていうのは、年間でどれくらいの量になるかっていうと、3万5000トンの CO2 を、でかくて分かんねえ。何モルだ、何モルそれ。178億リットルもの CO2 を削減。削減してます。それすごい。えぐい。この辺から意味わからない。ただし、標準状態だってことだよね。そうだね。なんだなんだ。0°C1 気圧。で、さらに問題なんですけども、この3万5000トンの CO2 の削減は、どれくらいのプラスチックの量を削減していることになるでしょうか。グラム、重さで言えば、重さで言えば、質量。10万トン。あー、もっと少ないな。じゃあ、間違えた、間違えた。もっと少ないです。1000グラム。なわけない。コスパ悪い。1キログラム。1000グラム。コスパ悪い。1万2000。もっと。わっ !2万トン。もっと。10万行き過ぎ。行き過ぎ、行き過ぎ。7万トン。行き過ぎ、行き過ぎ。4万トン。行き過ぎ、行き過ぎ。3万トン。正解。いや、このクイズ誰が嬉しい。これ誰が嬉しい。はい、なんと、ローラーで。3万5千トンの CO2 を削減すると、要は3万トンのプラスチックを削減していることになります。2とほぼ同時の。だいたい1対1なんや。ペットボトル 100g 作るときに CO2 が 100g ぐらい出るって。もうそういうことなの。そういうこと。結構大きいよな、そう考えたら。そう考えるとめちゃくちゃ大きいよ。それで、ここにですね、リサイクルしてね、100% リサイクルペットっていうね、あの表記が書いてあるんですけども、まあ、ここのね、ラベルを見てもらったらわかるように、まあ、これをもう買うことによって、気軽に、まあ、環境配慮しているという、まあ、ことになるんで、これでもう、環境保全に役立ってる。もうこれ、そう、これを買うだけで、もう環境保全に役立ってるから。めちゃくちゃ手軽っすね。そうなんですよ。皆さんも、今ね、SDGs とかも叫ばれてるし、まあ、実際大事やから、ほんまに。みんなも、まあ、気軽にこういうとこから、環境配慮。地球に優しいことを、始めてみてください。はい、はい、というわけで、今日のね動画は以上になります。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。